はい、どうも、ちびすきです。今回ですね、ドラゴンゲートの 10.8 後楽園ホール第1回試合結果答え合わせということで、そちらの方をね、やっていこうかなと思いますね。はい、まず早速第1試合、ハルク、カイ、カゲトラ、マーティン、ヤマト、ヒロシ、堀口、富永、問題、竜、アライ、ダイヤ組となっておりますね。ね。まあでも予想は10分32秒、ハルクがファーストフラッシュで問題竜から取ると予想したんですが、結果は5分22秒、堀口がバックスライドでハルクから取りました。いやー、ハルク、てかね、堀口はやっぱ誰からでも取れる選手なんやなっていうのは、改めて再確認させられた試合ですね。はい。でも誰からでも負けることはあるっていうね。うん。まあでもすごい選手ですよね、本当にね。そして続いてが第2試合、ヤマト・マリア対藤井ガンマ。まあ、それでは9分21秒、ヤマトが、ギャラリアでガンマから取ると予想したんですが、結果は6分19秒、マリアが丸め込みでガンマから取りましたね。まあね、マリア、ギリギリ勝利っていう感じですね。はい、そして続いてが第3試合、吉岡・美濃浦対吉田・カズマ。まあ、予想では11分8秒吉田がパイナップルボンバーで美濃浦から取ると予想したんですが、結果5分43秒吉田がパワーボムで美濃浦から取りましたね。まあ、RED の勝利と。もうちょっと惜しかったんですけどね。後半は特にね。続いてが第4試合。石田対奥田対ヒョウ。これですよ。3ウェイマッチ。ねえ、問題のヒョウと奥田。この間がどうなっているのか。予想では10分3秒ノーコンテストだったんですが、結果9分13秒奥田の反則勝ちでヒョウから取りましたね。これは、ヒョウの反則負けっていう形ですね。まあ、その反則負けも、奥田と石田がやり合ってたんですよ。試合終盤ね。で、ヒョウがずっとリング外にいたんですが、リングに上がってきまして、奥田のことを石で攻撃。で、その上さらにレフリーにも暴行して、反則負けとなりましたね。で、その後ヒョウは、ね、俺は望月道場を抜けてやるって言って、ね、呼び込んだのが RED ですよ。そして RED になりましたね、ヒョウね。こっから、ヒョウの RED、まあ、僕的には結構楽しみなんで、すごい注目ですね、この先ね。なんですが、ちょっとまだね、無理してる感というかね。まだ慣れてないっていうのがあるんでしょうね。初めてのことなんで。なんで、その辺ちょっと今後、ね、どういう風に、どういうヒールレッサーになっていくのかっていうのはちょっと楽しみですね。はい。続いてが第5試合。吉野対俊。スペシャルシングルマッチ。予想では16分39秒、吉野がソルナシエンテで俊から取ると予想したんですが、結果5分11秒、吉野がライトニングスパイラルで俊から取りましたね。なんで、吉野はね、案外あっさり、吉野は勝つとは思いましたけど、こんなあっさり、ね、もうすごい、短い時間で、吉野が勝つなんて思ってもいなかったんですし、俊はまたまた負けてしまいましたね。こういう、ね、チャンスある試合でね。また落としてしまいました。にしても、ライトニングスパイラルがえっぐい角度で入りましたね。あれ、本当に。ねえ、シュン、どんどん弁慶と差が開いていきますね。こうもあんまりね、結果が出せないとね。いよいよシュンもね、もう頑張ったからいいやんっていう感じじゃないじゃないですか。もうそろそろ結果が欲しいよっていう段階だと思うんで、シュン自身もね。なんで、ぜひともまたね、こう上がってきてほしいんですけどね。まあ、吉野には負けてしまいましたね。はい。そして続いてが第6試合。ドイ・キッド・リー対 KG 進むヤシ。まあ、それでは、15分43秒、土井が V9 クラッチで進むから取ると予想したんですが、結果は9分18秒、土井がバカタレスライディングキックでヤッシーから取りましたね。まあ、この試合は、すごい、ねえ、ドラゴンゲート6人タッグマッチやなっていう感じをしましたね。で、土井試合後終わりに、マキシマムがね、今ユニットとして何一つ結果を残せていないと。いうことを言っていたので、いよいよ土井が動き出します。いよいよね、マキシマム自身動いていくぞという宣言がありましたね。はい。そして、なんでね、一体どう動いていくのか。まあ、トライアングルか、ツインか、ね、その辺やとは思いますけどね。
その辺、今後ね、マキシマムの動きに少し注目ですね。はい、そして続いてが第7試合。スペシャル8人タッグマッチ、ウルティモドラゴン、斎藤亮、シーサー、クネス組対、エータ、清水、神田、ディアマンテ。予想では14分59秒、ウルティモドラゴンがラーマヒストラルでエータから取ると予想したんですが、結果は11分、ウルティモドラゴンがラーマヒストラルでエータから取りました。まあ、これも神田離脱ですね。最後の終盤ですね。終盤の方にね、ウルティモドラゴンをエータが抑えて神田行けって言って、神田がね、ウルティモドラゴンにボックスを当てると思いきや、エータに思いっきりぶち当てて、まあ離脱となりましたね。そっから試合が終わってね。そしてですね、こっからですよ。第7試合終わって、まあ神田はね、結局言うと、登竜門側についたと。ね。で、RED 対登竜門という構図の中に、俺を混ぜてくれという選手が一人現れたんですよね。それが荒井健一郎。が来まして、まあ、俺を混ぜてくれよということで、対戦カードが決まりましたね。来月の後楽園。荒井、堀口進む組対、ディアマンテ、吉田和馬か。の6人タッグマッチがまず決定。そしてもう一つ、ウルティモドラゴン神田組対、エータ清水。これが決定しましたね。まあ、でも、相手はツインゲート王者ですからね。もし一発あるとすれば、ねえ、まあ、ノンタイトルといえど、今後ツインゲートに行ったりするっていう線もありてきますからね。まあ、どうなってくるのか。まあ、その前に、来月の後楽園の前に大阪大会、ビッグマッチの方があるので、まあ、それ終わり次第でもっと戦況が変わってくるのかなと思いますけどね。で、RED 側がですね、まあ、言うたら神田荒井がね、登竜門としてもっと戦っていくっていう風になって、RED 側も二人、新メンバーがおるぞと。まあ、いう風に言ったんですよね。で、その二人、登場してきたんですけど、正体はわかりません。一体誰なのか、全然想像がつかないんですよね。でも確実に言えることは、まあ、間違いなく登竜門世代の人間ではないと思いますね。それは、言えますね。うん。続いて、第8試合。メインイベントですね。オープンザドリームゲート選手権試合。弁慶対望月。ドリームゲート戦ですね。今予想では21分16秒、弁慶が弁慶ボムで望月から取ると予想したんですが、結果は20分、弁慶が弁慶クラッシュで望月から取りましたね。で、これで王座防衛と。2度目の防衛に弁慶は成功しました。まあ、リベンジ達成っていう感じですかね。弁慶からするとね。で、望月は惜しくも敗れてしまいました。いやーでもね、やっぱね、望月のドリームゲート戦っていうのはね、何回見ても面白いですね。やっぱ誰と戦っても。弁慶ボムをね、殴りで返したなんて初めて見ましたよ、本当にね。すごいですね、あれはね。まあ、その望月がですね、来月の後楽園では、まあ、裏切ったヒョウとシングルマッチが決定しておりますね。ヒョウはどうなるんでしょうね、本当に。望月の大人げなさが出てボコボコにする可能性もありますよね。そして弁慶、まあ望月に防衛成功しました。で、次の挑戦者出てこいと言って出てきたのが、吉野正人ですよ。で、吉野対弁慶のドリームゲート戦が決定となりましたね。で、場所は、大阪大会ですよ。11.4 大阪大会。ビッグマッチです。この戦い、今、ちょうど1年前は、吉野が王者で弁慶が挑戦者っていう立場で、結果、吉野が勝ったんですよ。なんで、弁慶にとっては、まあ、立場が逆になったとは言え、ね、リベンジしなきゃいけない相手の一人ですから、ね、この戦いもまた面白くなりましたね。大阪大会がすごい楽しみになってきました。はい。なんで、今回の後楽園はね、本当に、結構動きましたね。ヒョウだったりとか、ね、まあ他にも、新しく RED 二人入ってくるだったり、神田がね、RED から抜けたりとか、まあさらに言うと、土井のマキシマム宣言、ね、動きますよ宣言、だったりとかね、いろいろありました。なので、次に、
どういう風につながっていくのかっていうのがね、すごい楽しみですね。はい、ということで、まあ今回この辺で終わります。チャンネル登録をよくよろしくお願いします。あとリクエストコメントとか、他にもこちらの後楽園ホール大会に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。あと僕ツイッターもやってるので、ツイッターのフォローもできればよろしくお願いします。ということで今回この辺で終わります。